超一流ハンターのみ挑戦することが許される未知の領域、G級。今回は、意外と知らない人が多い G 級の歴史と追加要素について説明するぜ。どうしたんだ霊夢。ちょっと考えてたのよ。上位にも慣れてきたけど、G 級はどんな感じなのかなって。ああ、G 級か。過去作プレイヤーにとっては常識みたいなもんだが、ライズから始めた人にはよくわからないかもな。やったことないからね。いろいろ追加されたりするんでしょ？じゃあ今回は、今さら聞けない G 級の歴史と仕様について教えてやろう。心構えをしておきたいから頼むわ。それじゃあ、G 級の歴史について話していくぜ。まずは呼び方についておさらいしておこうか。G 級じゃないの？初めて G 級クエストという言葉が使われたのはセカンド G だぜ。それ以降、長いこと G 級と呼ばれてきたから、ユーザーにも G 級で定着している印象だ。ちなみに最初の頃は G クラスと言われていたぜ。上位はハードと呼ばれていたんだ。昔は違ったのね。それから前作のアイスボーンでは、G 級はマスターランクという表記に変更されたぜ。なんで今になって変えたのかしら？海外表記と統一するためだそうだ。海外展開を意識した結果なんだろうな。なるほどね。じゃあ、ライズでも G 級はマスターランクになるのかしら？可能性はあるぜ。G 級という呼び方が戻ってこないのは寂しい気もするけどな。慣れ親しんだ呼び方だもんね。次に G 級クエストの難易度について説明するぜ。G 級では、上位クエストよりも難しいクエストが追加されるのは知ってるよな？それはわかってるけど、具体的にはどんな難しさなの？当たり前だが、モンスターの体力と攻撃力が上がるぜ。さらに、モンスターによっては俊敏性も向上していたりするんだ。ちょっとの油断が命取りになるぜ。キャンプに運ばれる私の姿が目に浮かぶわ。さらに、モンスターのサイズの変動が激しくなる。サイズがでかくなると、モンスターによっては特定部位を狙いにくくなるぜ。逆もしかりだけどな。大きいモンスターが出やすいから、金管が狙いやすいとも言える。サイズが大きいと、攻撃を避けきれなくてキャンプ送りが増えそうね。金管コレクターからしたらいい話なのかしら。せめて小さいのに出てきてほしいんだけど。あくまで変動の幅が大きくなるって話だぜ。最小管並みの小さいサイズが出る確率も上がるんだ。小さいのが出るのを祈りながらクエスト出発するわ。さらに既存モンスターの一部に新モーションが追加されるぜ。今までのクエストで慣れていたはずのモンスターが、いきなり知らない攻撃を繰り出してくるわけだ。G 級の初見でのお釣り図に一役買っている要素だな。モンスターによっては必殺技級の新モーションが追加されることもあるぜ。面食らってる間にキャンプに送られるわ。想像だけでお釣るあたり、さすがは霊夢だな。戦いでは常に最悪の状況を想定しておくものよ。で、他に変更される部分とかあるの？細かい話だが、攻撃が弾かれやすくなるぜ。モンスターが硬くなるってこと？厳密には違うんだが、そう考えても間違いではないな。まあ、適正な武器を担いでしっかり研いでればそこまで問題にはならないぜ。なんだか胃が重たくなってきたわ。今だってヒーヒー言ってるのに。まあまあ、単純に難易度が上がるだけじゃないぜ。G 級の素材も追加されるんだ。G 級のモンスターからは、上位よりもさらに貴重な素材が剥ぎ取れる。採取で取れるアイテムも G 級のものに変化するぜ。それらの素材で、G 級でも戦える強力な武器や防具を作成できるようになるんだ。これは楽しみ。だけど、結局モンスターの強化と合わせたらトントンどころか足が出るわよね。まあ、そうだな。装備を揃えても、実質的な難易度は上がることになるだろうぜ。全体の水準が上がるってことなのね。追加モーションとか含めたら、結局難しいことに変わりないもの。まあ、そこまで悲観的になることもないぜ。霊夢は装備の見た目にこだわるタイプだろ？見た目がいい感じだとやる気が出るもの。G 級が追加されれば、見た目のバリエーションが増えるぜ。同じモンスターの防具でも、G 級装備は見た目が変わったりする。装備のバリエーションが増えるのは、こだわる人には嬉しい変化だぜ。なるほど、おしゃれの幅が広がるわけね。それはちょっと楽しみかも。それに、新しい要素やゲーム性の追加もあるぜ。どういうこと？歴代で見ていくと、初代 G では双剣が追加されたぜ。え、初代って双剣なかったの？意外だがそうなんだ。あの手数の多さとスーパーアーマー付きの鬼人化は当時斬新だったと思うぜ。双剣は今もかっこいいし、爽快感あるわよね。次に、セカンド G ではオトモアイルーが追加された。今では当たり前の要素になっているが、ポータブル2までは本当にハンター一人きりだったんだぜ。完全に一人きりとか、ちょっと想像つかないわ。完全に一人の時はモンスターが常に自分を狙ってくるんだ。回復薬を飲むのも一苦労だったぜ。
今より置き跳ねされることも多かったしな。お供は回復してくれるのが本当にありがたいのよ。あの子がいなかったら私の落ち率はもっと上がってるわ。トライGでは新たな属性として爆破属性が追加された。これはブラキディオスの登場に合わせて追加された要素だな。武器の爆破属性もトライGから？そうだぜ。爆破属性武器は非常に強力で、トライGでは破格の性能だったぜ。今は控えめになったが、変わらず強い属性として残っている。私もお世話になってるわ。4Gでは一部のモンスターに極限状態という状態が追加されたぜ。攻撃を強制的に弾く部位があったり罠が効かなかったりと、極限状態はかなり強力だったな。ハンター側の対応策として交流石というアイテムが追加されたが、それでも極限状態のモンスターは強かった。また、新しい状態異常として、絶傷状態の追加もあったぜ。そんな特殊な状態があったのね。私なら戦いにすらならない気がするし、その後の作品に受け継がれなくてよかったわ。ダブルクロスでは、新たな狩猟スタイルとして、ブレイブスタイルと錬金スタイルが追加された。ブレイブスタイルはかなり独特なスタイルで、攻め続ける勇気がないと使いこなせなかった。錬金スタイルはマカ錬金タルという道具を使って仲間をサポートする。これまた特殊なスタイルだった。クロスはかなり幅の広い遊び方ができる作品だったが、ダブルクロスでさらにゲームプレイの幅が広がったぜ。狩猟スタイルって入れ替え技に近いのかしら。クロスシリーズって自由度が高くて面白そうね。スイッチ版もあるから、興味があるならやってみるといい。今度やってみるわ。そして前作のアイスボーンではスリンガーの新たな機能として、クラッチクローが追加された。大型モンスターにクローを引っ掛けることで、モンスターにしがみつくことができる。しがみついた部位に傷をつけて肉質を柔らかくしたり、ぶっ飛ばしてダウンを奪ったりと、アクションの幅が広がった。さらに、お友達になった小型モンスターに登場してフィールドを移動する、モンスターライドも追加されたぜ。これはライズのガルクの前身になっているな。クラッチクローも若干かけり虫っぽいわね。じゃあ、ライズの G 級でも新しいゲーム性が追加されるのかしら。新しい技やアクションは追加されると思うぜ。どんな要素が追加されるのか、今から楽しみだよな。さらに、G 級では新パッケージモンスターや新たなラスボスが追加されるぜ。それ以外にも新規モンスターや復活モンスターも多数追加されるんだ。さらに強敵が増えるのね。あと、新パッケージモンスターは大抵は新規追加のフィールドに登場する。イベルカーナやバルファルクは完全に新しいフィールドでの登場だったぜ。他にも、過去作のフィールドがリメイクされるパターンもあるな。セルレギオスはリメイクされた旧砂漠での登場だったし、ナルガクルガはフロンティアにあった樹海で登場したんだ。完全に新しいフィールドか。過去作のフィールドをリメイクしたものが追加されるのね。かなり盛りだくさんな印象なんだけど、逆に削られる部分ってあったりするの？それはないぜ。過去作の G 級で、既存のコンテンツが削除されたことはない。あくまで追加のみだぜ。まさかだけど、また最初からやらなきゃいけないってことはないわよね。その点は心配いらないぜ。新しくソフトを購入してもデータの引き継ぎがされるからな。アイスボーンに関しては大型ダウンロードコンテンツとして追加購入することもできた。どちらにしても、既存のプレイデータは全て引き継がれた状態でスタートできるぜ。それを聞いて安心したわ。同じクエストを強制的にもう一度やるのはしんどいしね。そんな魔界村みたいなことはしないぜ。メーカーは同じだけどな。次に大きな追加点として、拠点とストーリーの追加が挙げられるぜ。最初に拠点が追加されたのはトライGだな。タンジアの港という拠点だ。それからは、新しい拠点が追加される流れが続いている。トライGからアイスボーンまでずっと？そうだぜ。4Gではドスのオンライン拠点だったドンドルマが新たな拠点になった。ドスでオンラインをやっていたユーザーは嬉しかっただろうな。リメイクされた拠点だったのね。ダブルクロスではベルナ村から有識船に部隊が移ったぜ。これは完全に新しい拠点だったな。直近のアイスボーンでは、舞台はアステラからセリエナという新拠点に移ったんだぜ。新しい展開やストーリーに合わせて、新たな拠点も追加されるようになったんだ。前作のエンディング後の時系列から、完全に新しい舞台で新しいストーリーが始まるんだぜ。それは楽しみだわ。じゃあライズでも、新しいストーリーが楽しめるのね。そうだぜ。ライズのエンディングの、さらにその後が描かれるんだから、楽しみになってくるだろ。そうね、拠点が増えるのも楽しみだわ。もしかしたら過去作の村に行けるようになったりするんじゃない？ああ、過去作の村で行ったら、サードの行くも村が一番ありえそう。なんだけどな。歯切れが悪いわね。ライズのカムラの里はサードの行くも村と地域的に近いんじゃないかと言われていたんだ。だから、新拠点として行くもが追加されるんじゃないかと思っていたんだが、微妙っぽいんだよな。世界観的に近いなら可能性高いんじゃない？何が問題なのよ。
ライズの追加コンテンツでゆくも村の BGM が販売されてるんだぜ。せっかく購入した BGM が、新作であっさり聴けるようになったら、購入してくれた人から不満が出るだろ？だから、ゆくも村の復活は望み薄な気がしている。フィールドに水没林が出てくるとか、共通点があったから期待はしてたんだけどな。ゆくも村に行ってみたかったけど、残念だわ。ゆくも村にいた NPC が新拠点に出てきてもおかしくはないが、村としての追加はなさそうだ。まあ、全く新しい拠点だとしても嬉しいし、私はそっちに期待しているぜ。そうね。最後にライズの GQ で復活するであろうモンスターをちょっとだけ予想していくぜ。予想なんてできるの？ GQ で看板級のモンスターが復活することはもはやお約束だぜ。クロスで出てこなかったディアブロスがダブルクロスでオウマという二つ名を引っ下げて復活したりな。あれにはユーザーも歓喜したぜ。話題沸騰になりそうなモンスターが復活するってことね。マリサはどんなモンスターが復活すると思ってるの？イビル城とブラキディオスの復活は濃厚だと思っているぜ。両方とも、過去作でもかなりの人気モンスターだったしな。復活を待ち望むユーザーも多いだろう。確かイビル城は乱入してくるやつで、ブラキディオスは爆破属性を使ってくるのよね。胃が痛くなりそう。個人的な本命モンスターはライゼクスだな。ぜひ復活してもらいたい。こいつもクロスの看板モンスターだったし、人気的にも十分にあり得るぜ。ぜひライズの舞台で戦いたいっていう願望も込めているけどな。マリサを得意の願望込みの予想ね。それから、大穴ではあるがガムートの復活も望んでいるぜ。今の環境でなら、あの巨獣ともまた違った戦いができると思うんだ。そういうするのを想像するだけでも面白いだろ。完全に怪獣映画じゃない、楽しそうではあるけど。それから、過去動画の設定上いないとおかしいモンスターで紹介したモンスターたちだな。紹介したうちの何体かは確実に復活すると踏んでいるぜ。グラビモスとかテツカブラを紹介していた動画だったっけ？そうだぜ。気になる人はそっちの動画も見てみてくれ。ライズの GQ 復活モンスターに関しては別の動画で詳しく触れていく予定だから、更新を待っていてくれよな。ということで、GQ の歴史と仕様の解説は以上だぜ。イメージは湧いたか？どんな内容が追加されるのかはよくわかったわ。イメージとしては、力尽きてキャンプに送られる図だけは鮮明に浮かんだんだけど、実際にやらないとわからないわね。そりゃそうだ。実際にどんな感じなのかはプレイして確かめるのが一番だぜ。そうね、それまでに腕を磨いておくことにするわ。私も腕がなまらないように毎日クエストをこなすとするぜ。この動画で、私みたいに GQ のイメージがつかめた人は高評価を。復活モンスター予想動画が気になる人はチャンネル登録もよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。今までのモンハンには、いろんなコラボクエストがあったんだぜ。テンションの上がる王道コラボもあれば、丸太を担ぐコラボもあったよな。目を閉じると、数々の作品が頭をよぎっていくぜ。ライズが今後どんなコンテンツとコラボしていくのか。楽しみで仕方がないそこの君。過去作のコラボ傾向から、今後のコラボ作品を予想してみないか？次回、過去作のコラボからモンハンライズのコラボ予想。ゆっくり見ていってね。